愛の処刑は、坂木山保持の名義で、三島幸夫が発表したと認定されている短編小説。切腹死を劇画風に描いており、1960年10月、ギリシャ研究、男性同性愛の会、アドニス会の機関誌、アドニスの別冊、アポロ5号に掲載された。愛する者に見守られながら、切腹死するという構図や、エロスとタナトスのモチーフに、 有国との共通性が垣間見られる作品である。三島の執筆作であるか否か論争されていた経過があり、三島の元原稿に沿って、榊山たもつという人物が第二次原稿を書き、それを三島が口実で動いなど、文章をチェックしてから、榊山たもつが聖書したと推測されていたが、その元原稿は発見されていなかった。しかし、年に中井秀夫の家から、 三島自室のものと思われる大学ノートが発見されたため、これが元原稿だと認定された。なお、この大学ノートでは、主人公の名前は大友晋司だが、書出雑誌、アポロ5号では大友隆吉になっている。元原稿とされる大学ノートによる、三十半ばで独身の中学体育教師、大友信司が一人暮らしをしている山深い尺屋に、ある夜、 彼の教え子で無口な美少年、今林敏夫が訪ねてくる。敏夫は、親友の田所が死んだのは、先生のせいだから、先生は責任を取って、切腹で苦しみながら死ぬべきだという。真二は、貧困の良くない田所を罰として、大雨の中に立たせ、そのせいで、田所は肺炎を起こし死んだのである。田所も年夫も愛していた真二は、年夫にそう言われ、 すぐさま喜んで切腹する決心をする。井戸の水で体を清めた真事に求められ切符を、交わした年夫は処刑の儀式宣言を行い、担当を真事に渡した。自分も後から生産狩りで死ぬ用意をしている年夫は、真事が切腹して苦しむ姿に涙しながら、先生が好きで、先生が切腹して、死ぬところが見たかったと告白する。ありがとうございます。